わからない。妹よ、我らには見守ることしか許されない。ゼパルさん、フルフルさん、どうしてこんな、こんな決闘？こんなの恋の試練じゃない。やっぱりあなたたちは悪魔なんです。どちらかの恋人たちを破綻させて、それを見て喜びたいだけの悪魔なんです。静かに。恋人たちの邪魔になるわ。邪魔をしてるのはあなたたちじゃないですか。どちらかが倒れる。倒れた方の恋人たちが嘆き悲しむ。あなたたちさえいなければ誰も悲しまない。それは違う。僕たちがこの決闘を取り持たなかったら、二組はどちらも破綻したわ。これは必要な決闘なの。私は最初から納得できなかったんです。魔法の奇跡がなければ恋って成し遂げられないんですか。恋って、愛し合う二人さえいれば他に何もいらないんじゃないんですか。この決闘は無意味です。だからやめて。二人とも、シャノンもカノンも、あんなにも実の兄弟のように仲良しだったあなたたちが、どうして殺し合わなくちゃいけないの。私にはどうしてもわからない。そうだよ、よく気づいたね。それこそ愛の真実。何がですか。愛し合う二人以外に本来は何もいらないんだ。だからそれが二人でないと、私たちは決闘でその数を二人にしなくてはならない。一人の女性を奪い合っての決闘ならまだわかります。愛し合ういびつな三人を二人にする決闘。しかし彼らが二人と二人、それぞれの世界はもう完成されてるじゃないですか。争わなければならない理由が何もない。世界を生み出す最小の人数は二人。二人が揃って初めて世界は生まれ、恋は成就される。だからこの決闘は必要なんだ。彼らはその人数を満たすため。家具は人間未満だから一人を満たせないと言い出すんですか。正解だよ。家具は人間未満だから、家具と人間じゃ二人を満たせない。そんなのおかしいです。愛し合う二人の身分なんて関係ない。いいや、あるよ。本当に愛し合う二人の身分は関係ないの。妻を持つ男との恋は許されるの。夫を持つ女との恋は許されるの。親との恋は許されるの。子との恋は許されるの。恋の許されない身分なんていくらでもある。じゃあ家具って何なんですか。どうして家具は恋をしちゃいけないんですか。魂が一人に満たないから。シャノンもカノンも駒である君ももちろん、あなたたちはみんな家具。魂が一人分に満たないから人間以下。人を愛する資格はただ一つ、一人に満たす魂を持っていること。だから愛し合う二人は世界を生み出せる。例えば妻を持つ男はもう一人の女を愛する資格を持つと思う。あるわけがない。二人の女を愛せばその愛情は一人分に満たない。そのような男に愛する資格はない。ね、人を愛する資格のない人間や身分なんていくらでもあるの。二人の愛の一切あれば関係ない。それは甘い愛の偽善。僕たちはね、恋をする資格を偽る人間を許さない。世界を生み出す最小人数を満たせない人間以下の存在の恋を許さない。僕たちの試練はそのためにある。罪深き魂たちに一人分の魂を取り戻させ本当の恋ができるようにするために。ゼパル様、フルフル様、僕たちの心の準備ができました。どうか決闘の合図をお願いします。
ているといいわ。愛し合う恋人たちのどちらかが破綻する決闘。いいえ、これは破綻のための決闘じゃない。本当の恋を成就させるための決闘。私にはあなたたちの言っている意味がわからない。いいえ、わかりなさい。これは本当に人を愛することができる人間が誕生する瞬間。意味がわからない。どちらが勝とうともどうか祝福してあげて。今彼らの家具としての日々が終わる。合図は簡単。僕が1、2の3を数える。3と同時に決闘開始だ。承知してます。同じく。二人が共に弾を外したら一度中断。再び弾を与え、もう一度背中合わせからやり直し。決着がつくまで繰り返したろ。ゼバル、この決闘を過去に何度も見てるのかい？もちろん何度も見てきたよ。大抵何度の打ち合いで決着がつくの？ほとんどの場合、弾丸一発で決着がつくよ。みんな、ずいぶんと拳銃の腕がいいんだな。違うよ。片方が外せば、残った方は悠々と追い詰めて撃つことができる。初弾をもし外したら、まず勝ち目はないね。しかし、ぼんやりしていれば引き金も引けずに負けることになる。同じ負けるなら、せめて引き金を引いてから負けたい。いい覚悟だよ、二人とも。では、行くよ。シャノンが倒れたのは銃声より早かった。
あの短気な姉さんが撃たないなんてね。私も意外だった。あの慎重なカノン君が振り向きざまなんてね。終わっちゃいない！悲しまないで。私たちはすぐに黄金郷で会えるよ。僕たちはもっと早くこうするべきだったね。そうすれば再会しなくて済むのにね。いざこの決闘さえももはや今日という日の前にはただの茶番さ。そうだね。どうせ蘇る黄金郷の前には
本当にただの茶番。じゃあ後ほど。うん、後ほど。さようなら。カノン君。おい、どうした？しっかりしろ。そんな、どうしたんだ、どういうことだ、これは。何やってやがんだ。しっかり止血しろい。それが、傷がないのに、血が止まらない。カノンがしっかり、カノンが、ヨシア君。ジョージさん、私が勝ちました。